山口敏太郎です。皆さんお元気してますか？もうね、2月も入ってですね、そろそろ、中盤戦に差し掛かろうということなんですが、これが放送される時にはですね、2月の11日の、次の日ということを予定ではねになっておりますので、近水さんが登場した次の日ということになっております。いよいよ一般の人々の目に、近水さんが登場したということになっておりますけどね、どんな感じだったんでしょうかね。アトラス掲示板、アトラスニュースとアトラスラジオのファンが同士が交流できる、こう友達が作れる掲示板が欲しいという意見が 2,3 ありまして、それを組んでですね、昔僕は妖怪王というホームページで使っていた掲示板が放置状態だったので、それを復活させてみました。皆さんね、もう分かったかなと思いますけど、ツイッターとかで告知してまして、結構いろんなユーザーの方が入ってくれまして、かなり盛り上がっております。で、不謹慎な発言した人は削除しますので、そのあたり節度を持った発言をよろしくお願いいたします。アトラスラジオ、アトラスニュースにつきまして、第3の、コミュニティツールとしてアトラス掲示板がありましたので、これで総合交流ができていけば面白いかなと。その中でもですね、近水さんのスレッドが立って、近水さん本人がいたり、千里眼のかぐやさんがいたりですね、ジャスミンさんが狐目の女事件について触れていたり、帝国心霊学院を調査している、アイスさんがいたりですね、アトラスラジオがアップされる時にですね、必ず一コミを取りに行く脇固め君とかアイスさんとかですね、脇はアイスさんじゃないや、アイユさんとかですね、そこら辺の1コメ会がですね、のスレッドがあったり、大変楽しくなっております。結構割と面白くなっております。コロルさんもいますからね、ニューマ君とか、青森の面白い人たち軍団がですね、青森の怖い話をしてますので、あとは岡山勢がちょっとスレッドを立ててくださいね。青森負けじと岡山の方が怖いぞとかね、そこら辺期待してますので、いろんな怖い話、面白い話で交流できればなと、アトラスラジオの感想会でできればなと思っております。で、近水さんの話もともかくですね、今までアトラスラジオで扱ってこなかった内容としましてですね、悪魔がありますね。悪魔といえば、ちょっと我々日本人にはあまり馴染みがないんじゃないのかなと思われがちですが、日本にも相当悪魔が、進行してきてます。日本の妖怪たちは何やってんだと思いますけどね、日本にも外国のギャングがいっぱい入ってきますけどね、それと同じように外国の悪魔もかなり入ってきてるといった感じです。で、悪魔についてはね、何度か僕は扱ったことがありますね。アーリンさんから聞いた話だと、アーリンさんが何かわからないことがあってどうしようかなと思ってたら、頭の中で突然ルキーフグスに聞いてみなっていう声が響いたと。で、ルキーフグスって何かなと思って家に帰って検索したらですね、知恵の悪魔が出てきたんですね。で、アーリンさんあんまり悪魔とか扱ってないので興味がなかったんですけども、非常に驚いたと。誰が教えてくれたんだろうと思ったという経験があります。他にもですね、僕は悪魔について直接扱ったことが一度ありますね。大阪の女性にですね、悪魔がつきたという連絡があったんですね。敏太郎先生どうにかしてくださいということで、それで僕は大阪の、ホテルのロビーに呼んで話を聞いたんですね。何時間ぐらい聞きましたかね、もう5時間か6時間聞いたんですけどね。非常に恐ろしい現象ですね。どういう拍子でその悪魔がついたのかわからないんですけど、かなり古い昔、畑氏が日本に流入してきた時にですね、
一緒に渡来してきたヘブライの悪魔がですね、まあ日本に定着してずっともうまあ1000年以上もこの国でいろんな人についたりして、悪さをしていると。でまあその女性についてですね、その女性を取り殺そうとするわけですね。でその妹さんが僕に助けを求めてきまして、もう年配の姉妹なんですけども、でまあ一度お会いしたと。それでまあ悪魔がついている状態の彼女と僕が、まあ、妖怪研究家の僕がですね、話し合いの会談を持ったわけですね。ではっきり名前は申し上げなかったですね。彼はね、申し上げなかったって日本語ですね、言わなかったんですけども、まあ僕は比較的悪魔に理解がある方だと。僕は日本の妖怪研究家で山口敏太郎と言いますと。でこのままだったらちょっと密教の系のお坊さんとか腕のいいお坊さんに任すことになって君が苦しむことに なるから一回この女性から離れてくれないかと。君がついてると人間は持たないんだよと。それでどっか関西の山かどっかに登るので、そこの岩とかに移ってくれませんかと、これ交渉なんです、お願いしますよと。僕はどっちかというと悪魔に理解がある悪魔寄りの人間ですよというふうには言ったんですね。まあ妖怪研究家ですからね、あなた方はその虐げられる人の側の気持ちも分かるとは言ったんですが、まあ聞いてくれず、まあなかなか落ちなかったんですね、交渉ではね。でかなり頑固な方なんでね。で妹さんの話によると、非常に興味深い話が、まあ、悪魔がついている状態で姉が顔を拭くとタイガーバームのような匂いがすると、うん、ああそれは面白いなと。まあ、悪魔が出現すると硫黄が出る、硫黄の匂いがするっていう話もあるんですね。まあ逆にこれ未確認生物の範疇に入るんですけど、あれですね、黒拳獣ブラックドッグもですね、出現すると硫黄の匂いがするという話があるんですね。他にも硫黄人間という硫黄の匂いがする人型の化け物がいたという話も斉藤守博先生の昭和の妖怪記事にありましたけどね。まあね、そういう魔物というかこの世の生物ではないものが出てきた時に硫黄の匂いがするというのは多々ありますね。でなぜこう、まあ、世の東西を問わずして世界中でこういう話があるのかなと、うん、思ってね。だからこのタイガーバームの匂い、硫黄の匂い、なんかね、まあ、特殊な匂いがするんだな悪魔はっていうようなことを感じた記憶がありますね。結局ですね、どうにもならなくて、もうこのままでは死んじゃうような状態になってるんでね、チャラニさんのところを紹介して、まあ、交渉に応じていただけないのでね、まあ、向こうの方が年上だから僕は敬語にしますけど、まあね、もう困ったなと思って、それでチャレンさんを紹介したらですね、チャレンさんのところに行きたがらないですね、そのお姉さんが嫌がる。で無理やり連れていくとおとなしくなる。で結構ね、僕は密教のやっぱりお経とかね、祈祷が効くのかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと悪魔嫌みたいですね、そういうことされると。それでね、もうすぐ行くのやめようとするんですよ。でその後ですね、また電話がかかってきて、まあ、大阪の病院に入院してるんだけど姉の血圧がどんどん下がっていくと。でもうこのままじゃ死んじゃうと言われたので、まあチャレンさんに電話して祈祷していただいたと、遠隔祈祷ですね。そしたら血圧が元に戻って正常値になったと。いや、まあだから一体何が起こってんのかなっていうふうに思ったことがありますよね。それでこの話あとね、悪魔もう一回僕は悪魔と、接点というのかな、すれ違ったことがありますね。僕の友人が、まあ、ヒプノやってる友人って僕は何人もいるんですけども、まあ、男性でヒプノやってる友人がいまして、まあ友人というかな、まあ、知人かな、友人というと僕は嫌がるかもしれないので、
まあ、知人がいまして、その方がですね、なんかね面白い話をしてくれました。まあ、匿名にしときますけども、なんかこう患者さんにヒプノをかけていると、いやいやそのやり方違うんだけどみたいなやつが出てきたんですってね。で、何ですかなんて言った。あ、まあ俺は悪魔だと、お前のヒプノのかけ方間違えてるしって、そうやっていきなり悪魔がダメ出してくるんですよ。ああこの人の人格の奥底には悪魔と呼ばれるこういうきつい部分があるんだなと、この人の心の闇だなと思ったそうなんですよ。まあそれは僕もそう思うでしょうしね。で、あそうやるんですか、あわかりました、ご指導ありがとうございますってこう聞いてたんですね。でもまあそれはそういうこともあるでしょうと、まあその人の深層心理の中に黒い部分があって、その黒い部分が悪魔と称して出てきたんであればそういうこともあろうなと思って、まあその時は流したんです。でそれからまた半年ぐらい経つと、また違う患者さんにヒプノをかけてると、急に、お前この前教えたじゃん、あのやり方やってねえなって悪魔が出てきたって言うんですよ。全く接点がない人ですよ。そのさ患者さん同士ね、こう交流がないラインで、全く脈絡のないラインで、あの半年前にかけた悪魔が出てきたんですよ。お前さ、俺が半年前にちゃんとした正しいやり方を教えたのにやってねえじゃん、何なんだよ、あの時の悪魔さんが来ちゃったって。でびっくりしちゃって、で僕に電話してきたってことありましたよね。なんかね、人間の心をこういうふうに渡り歩く悪魔という存在はやはりいるんでしょうかね。昔ベストハウス123という番組がありまして、荒俣宏さんと僕が出たんですけども、ちょうどエクソシストの悪魔払いの解説をやりました。それでその悪魔払いの手法を VTR で僕は何度も見たんですけど、まあつたない読解力、英語の読解力で向こうの人が何言ってるかずっと聞いてたんですが、どうもヒプノの手法と全く同じですね。ヒプノを使ってですね、その悪魔を、まあ統合していく。だから結局なんかヒプノでなんかね、ヒプノを使ってこう心の中の、もう一つの悪い部分を統合するような手法を、まあ悪魔払い、エクソシストと言われる人はやってました。だからエクソシストっていうのは、まあ、心の治療師、やっぱ心理治療師なんだなと。まあ、当然当時は心理学というものがありませんので、神の名を借りて、そういうことをやってたんだなということが分かりましたね。まあ、だからあれを見て、ああこういう技術があるんだなと、民間療法としてはなかなか優秀だなというふうに思いましたね。でも全く脈絡もない関係もない患者さんから、知らないはずの半年前に手法を教えたそのまんまの情報が出てくるわけないんですよね。だからやっぱり独立した悪魔という人格が人の心を移動していく、そういうことがあるんじゃないですかね。日本の妖怪でも通り悪魔という考え方があって、通り悪魔に憑依されるともう大量殺人、何人かを切り殺してしまうと。で通り悪魔がポッと抜けると元に戻る。だからよくね、乱心したとか言いますよね、時代劇見てると。突然土地狂って人を切り始めると、まあ通り悪魔に見入られた、憑依されたというふうに見なすという考え方が江戸時代はあったみたいですね。で怪しい男がこうね、庭先に現れてこう自分に近づいてくると、でもう丹田に気を入れてね、気合でこう睨みつけてると、その男がどっかに行ってしまったと。そしたら隣で叫び声が上がって、何かこう人情沙汰があったと、うん、じゃあ自分に取り付こうとした通り悪魔が隣に行ったんであろうみたいな
話が残ってますけどね、まあ、悪魔というのはこういうものなのかなといった印象がありますね。それで悪魔に関していろんな話がありますけども、ちょっと悪魔のちょっと特集をやってみてくれという意見もありましたので、ね、アトラスニュースからいろいろ悪魔に関する、ね、これニュースを読んでみたいと思いますね。これアトラスニュースのですね、はい、ですね、ちょっとあの謎の、録音中断というのは起きてしまいました。今これ夢ロークにつないでもらってるんですが、なぜ中断したのか僕にも分かりません、突然止まってしまったと。まあ、悪魔に関することをやってるとこういうことは多々あるんですけども、まあ、今回はこういうことになってしまったというのが残念でしょうがないですね。それでだからもう一度ちょっとアトラスニュースからいくつかご紹介します。1月19日の記事で面白い記事がありました。NASA が公開した写真に、まあ、ペルシャ湾の様子を撮った写真があるんですが、そこにですね、赤い悪魔の2本の角が映ってるではないかと。まあ、イランとアメリカが今睨み合ってますよね。まあ、最悪の事態は避けられたんですが、これはですね、悪魔の仕業ではないのかと。だから悪魔の角がペルシャ湾にでっかく映ってますよと、そういう声が、まあ、欧米を中心に上がってるんですね。で、確かにこの NASA が発表した写真、まあ、これアトラスニュースの1月、19日の記事かな、見ていただくと分かるんですけども、悪魔の角っぽく見えます。ただですね、これはね、ちょっとね、ヒステリックにあのアメリカやヨーロッパの方が騒ぎすぎだと僕は思うんですね。で、実際これ、まあ、田中直も書いてますけど、あの皆既日食だったんですね。タイミング的に皆既日食の太陽が沈んでいく夕日を捉えた写真だと。で、当然、まあ、ペルシャ湾の暖かい空気で屈折しまして、このようなたまたま偶然角のような形に移ってしまったということであってですね、まあ、一応自然現象で説明がつくので、まあ、悪魔の現象じゃないよというふうに言いたいんですけど、まあ、この撮影されたのが今年の1月の頭というですね、タイミングなんですね。まあ、イランとね、アメリカが睨み合っていることを考えればですね、まあ、皆既月食といえども、ね、光の屈折のいたずらといえども、いや、こういうタイミングが出てくると気持ち悪いねというのは感じますよね。まあ、本当に悪魔がいるのかなと思っちゃうかもしれません、場合によってはね。まあ、それがちょっと非常に興味深いなといったニュースです。他にもですね、1月10日のニュースかな、あの粘土板がね、アシリアの粘土板で非常に面白い記事が発掘されたというふうに載っております。あのアシリアの研究って非常にドイツが進んでまして、ドイツの、ね、研究家の方がですね、アシリアの粘土板を研究してたらしいんですね。で、まあ、2700年前に発見された、なんかの粘土板ということで、まあ、その専門家の人が読んでいると、そこに悪魔の記述があったと。で、この悪魔の姿もですね、粘土板に刻まれているものはですね、なんかね、こう2本の角が入ってて、なんか下が先が出てるんですけど、ニョローって出てるんですよ。あのダウンタウンの松本人志さんがやってたニョロみたいな、ニョローって出てるんですね。その下が2本に割れてる、まあトカゲの尻尾みたいな、ちょろちょろって出てるんですよ。で、角が2本生えてて、なんか、まあ、鹿男みたいな感じですかね。まあ、後の悪魔崇拝におけるあのね、サバトのね、あのヤギの頭、ヤギ頭を連想するんですけども、なんかね、ああこんな昔アシリアの頃からこういうプロトタイプっていうのかな、こう古典的な悪魔像っていうのは、人間が考える悪魔のビジュアルっていうのは何千年経っても変わらんのだなといった印象を受けました。で、これはですね、あの病気をお祓いする呪術師の
家族の遺跡から見つかった粘土板らしいんですね。でまあその悪魔を払う方法とか書いてたんですけども、まあ転換を起こす悪魔というふうな、ことを転換は悪魔が起こしてるんだというふうに解釈してたみたいです。まあ即答用のね、あの誤作動によって起こるものだという解釈は現代人の中ではあるんですけども、まあ、シリアの当時の人たちは悪魔の仕業だと、病気の悪魔がやってるんだというふうに考えて、その悪魔とはこのような姿をしてるんだというふうに思っていたというのがですね、まあ、古代のアシリアのその病気に対する考え方を知るような気がして、大変興味深い発見だなと僕は思っておりますね。あとですね、これ去年の11月ぐらいだったと思うんですけど、悪魔の聖書というのがあるんですね。悪魔の聖書というのがですね、まあ、ヨーロッパ、どこだったかな、スウェーデンの国立図書館だったと思うんですけども、保管されてましてですね、これ一人の修道士がですね一晩で書いたというふうに言われてるんですが、まあ、実際は、まあ、筆跡は全部一緒だったみたいですから、まあ、最近の研究によると、まあ、20年ぐらいかけてコツ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 書いていったんではないかなと。で10ページから12ページが切り取られていて、そこにはですね、まあ、サタンへのお祈りが書いていたんではないのかなというふうに言われております。まあ、どっちかというと異端の書というものが、まあ、当時書かれて、でしばらくは保存されていたという感じなんですね。まあ、こういったものがですね、今結構貴重な文献として研究が進んでいると。ちなみにこの悪魔の聖書の中に挿絵にありますこのね、こう角が入ったこの悪魔、ちょっとユーモラスな悪魔の絵があるんですけども、これはですね、昭和のコロタン文庫に佐藤有文先生がですね、エジプトの病気の悪魔アグみたいな感じで紹介してるんですよね。あのまあ適当に名前つけたんでしょうけども、僕らはこれはまあアグだというふうに結構思い込んでいたね、勘違いもいいとこ、まあ、佐藤先生がそういうふうに書いちゃったから子供だからそう覚えちゃうんですけども、まあそんなことがあったということですね。まあ他にもですね、これも去年の、記事だったと思うんですけども、なんか欧米ではね、なんか最近あのスーツを着た悪魔が目撃されてるって情報がありますね。でまあアメリカのね、ある女の子がね、いとこの家に集まって親戚一同、まあ、パーティーをやろうって話になって、大人たちがパーティーの準備をしている時にいとこの部屋でおもちゃをこうね探していたと。でまあ遊ぶ気に入ったおもちゃが見つかったんでしょうね。リビングまで降りてくると、なんかこうね、スリーピースのね、あのシルクハットの怪しい男がいたと。で見るからに、まあ、近所の人や親戚の人ではないし不審者だと。まあそれは知らない大人が育てるら不審者でしょうけどね。でも普通の人間じゃないという空気を出してるんですね。まあ知らない人の家に行って勝手に座ってるシルクハットのおっさん、十分に変態だと思うんですけどね。でまあ悲鳴を上げて逃げ出して、あれは悪魔だったわみたいな感じで証言している記事があります。でその親父は突然消えてしまったということですね。で最近の悪魔の目撃談としては、その蝶ネクタイにシルクハットとかね、あの背広にね帽子をかぶっていたとかね、割とねこじゃれた格好してることが多いみたいです。なんでこのように近年の悪魔がね、ちょっとシャレオツなのかは謎ですね。まあ時代に応じてちょっといろんなファッションをするんでしょうね。なんかなんとなくおしゃれな人って小悪魔的な人多いじゃないですか。やっぱりそうなると本家本元の悪魔としてもおしゃれを決めるのかなといった印象がありますよね。まあそんなこんなで、それであのですね、結構ね、あの実を言いますと、この前ねベロニカさんと関西テレビの収録で
大阪に行く途中にいろんな話をしてたんですけども、いや実は池袋で悪魔ブエルを見たよと言うんですね。悪魔ブエルですよ、あの顔が真ん中にあってね、ライオンみたいな顔、それで足がもういっぱいついてるやつ、周りに足をくるくる回転させてコロコロ転がるように、僕は西洋版ワニュードっていうふうにブエルのことを思ってるんですけども、まあ、ブエルからしたら、なんで一緒にするななんて言うかもしれないし、ワニュード先生からしても意外にしてくれなんて怒られちゃうかもしれませんけども、このブエルがですね池袋に来ていたと、ブエルを見た話があるのよって話だったんで、これちょっとまたそのうちね、ベロニカ姉さんベロさんにですね出ていただいて、ちょっとそのブエルを見た時の話をしてもらおうかなと思ってるんですね。この悪魔ブエルって実を言うと日本の妖怪ファンに圧倒的な知名度を誇ってるんですね。ルキフグスでもね、あのルシフェルでもね、アスモデウスでもね、まあ、彼ら以上にブエルが圧倒的にこうネームバリューを誇っているというのはですね、ね、悪魔軍団の中でも鬼太郎と戦ってるんですよね。ブエルは強かったですよ。ブエルはね、あの鬼太郎と戦ったんですけど、鬼太郎が押されましたからね。だからね、なんかこうアニメ版でねブエルが出てくると、これ鬼太郎やばいなって僕思っちゃいますね。これ鬼太郎ちょっとやばいぞと、ちょっと逃げろって、逃げろ鬼太郎と思っちゃいますね。かなりの好敵手ですよブエルは。あのやっぱりね、なんだろうかな、ブエルには悪魔くんですね、悪魔くんですよ、悪魔には悪魔ですね、目には目をです。ちなみに悪魔くんと鬼太郎も戦ってるんですけど、悪魔くんが勝ってます。でちなみに凛太郎さんは鬼太郎と悪魔くんとカッパの三平誰が好きですかっていうと、断然悪魔くんです。悪魔くんリアリストですからね、あの最後ね警官に撃たれて死んじゃうというね、なんかこの悲劇的なラストシーンが僕は好きなんですよね。ね、やっぱりその悪魔くん対鬼太郎だと悪魔くんが強いと、だから鬼太郎が苦戦したブエルも悪魔くんだったら結構割といい勝負して最後には勝てるんじゃないかなっていうような気がしますけどね。まあ、ブエルを見たというベロニカ姉さんのね情報がありますので、これはまたいずれちょっと聞いてみないとダメだなと思っておりますね。さてどうなることでしょうか。まあそんなこんなでね、ちょっと今日はね悪魔の話をいっぱいやってみました。まあね、まあ、悪魔というのは実在するのかなというふうに考えますけども、まあ僕は取材してきて、まあ僕は実際、まあ、未確認生物とか宇宙人とか妖怪とか幽霊とか、まあ、陰謀論都市伝説も含めてですね、ずっといろんな取材をしてきましたけど、まあたまにしか悪魔とは接点がないんですね。今言ったぐらいしか接点がないので、まあどういったものなのかっていうのが、まあ、まだピンとこないんですけど、まあ確実に彼らは存在するといった感じでしょうかね。まあ日本でいうと、まあ天狗の魔王クラスの天狗、やっぱりね、神の悪五郎とかね、そこら辺のクラスですかね。まあ、古代だったら椿の魔王とかね、三本あの五郎左衛門、あたりかな。もう眷属をたくさん従えているクラスが、まあ、日本で言ったら悪魔とほぼ互角の勝負ができる存在ではないのかなといった印象を持ってますね。ですからね、ちょっと悪魔っていうのはですね、あんまり僕の25、6年にわたるこの取材生活、アマチュア時代入れたらもう子供の頃からですから40数年なんですけども、まあ、行き合ったことはあまりないと。ただ日本にも侵入してきてるし、実際にそれを見た日本人っていうのは存在すると。森久美さんもね、あのタレントの森久美子さん、森久美さんも確か
ホテルの部屋で悪魔に、ね、窓から突き落とされそうになったり、で、あとはあれですか、飛行機を落とされそうになったり、なんか悪魔とあの人よく遭遇するみたいですよね。そういう体験をしてるみたいです。なんかね、森久美さんが乗ってると知らずして思わず飛行機落としちゃうとこでしたって悪魔に言われたとかね。なんかそれはすごいなと思ってるんですけどね。まあ悪魔というのが本当に存在するかどうかは分かりません。でも何か人間の心の中の闇がですね、割となんかこう凝り固まって実体化し、うん、それが積み重なっていって悪魔というものにこう成長していったものではないのかなと。古代から人間が生まれて知恵を持ち、文化を持ち、文明を持っているうちにですね、積み重なっていった悪意とか恨みとか悲しみ、苦しみ、呪い、嫉妬、さまざまな負の感情が、蓄積し、魔性のものの形を取ったのが悪魔ではないのかなと。だから悪魔は非常に恐ろしいものであるけど、妙に人間臭いところがあるというのはそのあたりではないのかなと。逆に、神が存在し悪魔が存在するということは、やはり神の役割、悪魔の役割というものがあるのではないのかなといった印象があります。はい、今日は悪魔特集でしたね。楽しんでいただけたでしょうか。まあこういうことが実際にあるということを覚えておいてください。まあですね、あと、ファンクラブの飲み会2月の21日にやります。でも15名集まりましたので成立ということでやります。で、上限は30人ということにしときますので、あんまり多くなってもね、一人一人とご挨拶できないので、まあね、2月の21日ですね、翌日僕はね、JWAVE に6時から5時45分に楽屋に入らなきゃいけないので、まあ9時にホテルに帰りますけどね。まあ都内で飲みましょうということですね。まあ楽しくいろんなおしゃべりができればよかいいなと思ってますので、まあ屈託のない話ができればなと僕は思っております。で、先ほど名前が出ましたベロニカ姉さん、ベロニカ真由さんもゲストで来ますし、弊社の若手の吉野夢郎君も、ゲストで来ます。両方ともお酒がかなり好きな人なので、まあ、今回の、ね、オフ飲み会にぴったりの人材ではないのかなと。で、2人ともおしゃべり好きですから非常に面白い話をしてくれるんではないのかなといった印象があります。で、僕は相変わらず酒は飲みませんので、あのお茶で、できればほうじ茶がいいんですが、お茶で皆さんと雰囲気を楽しみたいなと思っておりますので、ファンクラブの皆さんと時間が過ごせることは楽しみです。はい、ということで、本日のアトラスラジオの講釈はこのあたりにしたいと思います。ね、サイバーアトランティアの方もですね、いろいろね、いろんな意見いただいてます。まあ投稿ばっかりじゃないかっていうお叱りもあったんですけども、あまり言いたくないんですけど、僕が掴んだ情報を投稿に見せかけて出している情報もあります。僕が掴んだ情報というと、情報元が危ないので、ファンの投稿に見せかけてあえて流している情報もあります。それでうちに全部攻撃が来たら困るので、あえてリンクを多用して攻撃を分散するようにしております。まあ非常に、ね、こう巧妙な技を使って、ね、いろんな圧力から逃げよう、かわそう、タヌキを決め込もう、ね、こういうふうに僕は思っておりますので、皆さんそのあたりですね、大人の事情があるんだなということを分かっていただければ幸いかなと思います。はい、そんな感じですね。まあメルマガもね、そういうタヌキの戦略で頑張ってはいるんですよね。はい、そんな感じでした。ですね、まあそんな感じです。で、ね、まあぼちぼち頑張っていきますんで、本も書いてますからね、ね、ぜひ本も読んでくださいね。連載だと実際にあった怖い話の心霊シリーズ、
幽霊のネタが好きな人、妖怪のネタが好きな人、怖い話が好きな人は実際にあった怖い話、大きい都の会社、大都社でやっておりますので、2ヶ月に一遍、実は僕の漫画原作、あの三浦さんという、ね、絵の上手い女性が描いてくれてますので、ぜひね、こちら人気投票が全てなんでね、あのプレゼントをもらえる投票があるんですよ。プレゼントあげる側に投票するって、これ投票がね悪いとね打ち切られちゃいますからね、あのファンの皆さん、ぜひ実語は読んでるわよっていう方はですね、プレゼントに応募して僕をプッシュしてくださいね、よろしくお願いします。もう選挙活動ですよね。はい、そんな感じで、あのチョコレート、あのバレンタイン総選挙もう終わりになります。今年は去年ほど盛り上がりませんでしたね。なんかね、去年の方がもっと盛り上がったなぁなんて思ってるんですけども、まあそんな感じですけども、まあ、ぼちぼちやってきますので、またねいろんな企画もありますんで、長い目で見てください。面白い企画、面白くない企画ありますけどね、まあ人間ですからね、当たる企画もあれば当たらない企画もある。アトラス掲示板の企画は面白かったんじゃないかな。みんなが交流できるからね、あの友達もできると思いますし、オフ会もね友達ができると思いますし、こう割とこうオカルトが盛り上がっていけばないいかなと思っておりますので、でまあ夏場にはですね、もっとでかい会場でちょっと派手にやりたいなと思ってますので、皆さんね発表を楽しみにしておいてくださいね。はい、山口敏太郎でした。お耳の恋人、お耳の親友、ワンコの父たん、ガラスの中年、そして佐川の友人、通勤通学、お昼寝、ウォーキング、瞑想、夜勤のお供、山口敏太郎のアトラスラジオでした。はい、本日の悪魔の公爵、これにて一件落着。次回のアトラスラジオで再びお会いしましょう。オカルトは知的エンターテイメントだ。知的なエンターテイメントはあなたです。ちょっと外したな。知的なエンターテイメントはあなたと僕で、ああもうぐちゃぐちゃになってきた。知的なエンターテイメントはあなたと僕で作るアトラスラジオです。これからも応援よろしくお願いします。もっと公のために広い視点で動きましょう。個人のこと、プライベートなこと、個人のメンツ、個人の意地、そんなことは関係ないのです。本当の日本人、心の広い日本人はですね、欧米のスパイなんかと相手に、スパイなんかを相手にせず、広い視点で動きましょう。それが本当のオカルトです。山口敏太郎でした。それではまた次回のアトラスラジオでお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。山口敏太郎でした。